今回のこんな時どうするは、フェアウェイバンカーショットのポイントについて説明します。フェアウェイバンカーショットのポイントは3つです。1つ目は顎の高さ、2つ目はライ、3つ目は距離です。顎に近い場合はサンドエッジなどのボールが上がるクラブで確実にフェアウェイに出しましょう。またライが悪い場合もサンドエッジなどのボールが上がるクラブでフェアウェイに出していきます。顎が低くライも良く、また距離がある場合はユーティリティなどのソールが厚いクラブが有効的です。フェアウェイバンカーからのフルショットのポイントは、クリーンにボールを捉えるため左足を埋めます。次にグリップを短く握ります。最後にボールを少し中に入れたら、いつも通りスイングしましょう。